実況させていただいております、城本慎一と言います。よろしくお願いします。今日はですね、このね、熱血硬派邦夫くんですね、こちらをね、やっていきたいと思います。ですね、このゲームは、もともとね、アーケードゲームからね、移植された、ファミコン版にね、移植されたゲームですね。こちらでもね、もう移植というよりはですね、もうファミコンオリジナルのね、作品になってますね、完全にね。だいぶね、アーケード版とはだいぶ違うゲームになってますからね。まあ、どちらかというとですね、ファミコン版の方が面白くなってる気はしますけども、そうですね。まあでもアーケード版の方が迫力はありますけどもね。じゃこちらにやっていきたいと思います。で、これね、タイトル画面の音楽が、こんな感じでね、いいんですよね。ね、こんな感じでね。よいしょ。はい、じゃあ、これ始めます。あれ？で、これ1枚でね、これやっていきますね。これでも僕ね、一回クリアしてるんですよね、このゲームね。これもうほとんどね、ジャンプキックだけでやっていったら楽なんですよね、一番。これが一番楽なんですよね。一番簡単なんですよね。むやみにジャンプ、そのパンチとキックとかやるよりは、このジャンプキックで全部倒そうが楽でいいんですよ。これ、あれやね、パワーアップのね、まあ、これでやったらもうすぐ倒せるんですよね、これ。そうそう、これ顔をね、殴って倒すやつもあってね、できるね。馬乗りね。馬乗りでやると結構すぐ倒せるんでね。もう基本的にね、これやって倒れた時に馬乗りをしてみたいなね。すれば簡単にね、結構楽に倒せますよ、敵を。あ、しまった。まあ、一人になったときは馬乗りの方がいいですよね。あ、しまった。はい、終わり。これで、まあ、ボス。これ、力ですよね。こう。あ、しまった。あ、まだ。あ、やばい。あ、危ねえ。新宿ですよね。新宿駅。あ、まだあかんか。よし、終わった。おめえら舐めてんじゃねえぞって感じね。かっこいいですよね。これまああれ、暴走族の面ですよね、これはね。まあこの感じはゲーセン版と似てますよね、このなんていうのか、このステージの雰囲気というかね、感じはね。アーケード版とはちょっと似てるますよね。やば、ああ、無敵状態なのに食らってるし。やばいやばい。なかなかやるな、敵。はい、終わった。あ、そうか、これがあったんやったな。忘れてた。バイクね。暴走族ね。これ、ゲーセン版もありましたからね。これね、この演出ね。ゲーセン版の方が難しかったですけどね。ファミコン版よりね。よし。これで、まあ。バイクレースというか、ね、バイクチェイスみたいな感じで。ひどいよね、やることがね。殺してるようなもんですよね、これね。完全に。
かっこいいけどね。これはね、ゲーセン版にはないからね、このカーチェイス、カーチェイスというか、このね、これボスのリキですよ。リキターがシンジですね。これも弱いんですよね。リキとほとんど同じような攻略法なんでね。これで倒せるんですよ、もうこうやってやってたら。はい、終わり。3面ですよね。これはあのスケバンですよね。スケバンステージね。でもよくよく考えたらこんな女の子を殴るなんてね、考えられないよ。本当にね。昔はこんなね、こういう時代でしたけどね、今は本当考えられないですよね。女の子をこうやってね、暴力するね、振るうなんてね。喧嘩するなんてね。はいはい、弱いなやっぱりな。やっぱアーケードと比べたらファミコン版はね、難易度はねそんな高くないんですよね。楽な方なんですよね。ただね、ミスズ、このボスのねミスズが強いんですよね、めちゃめちゃ。それが本当にね一番あれですかね、このゲームの鬼門かなと思いますけど、ミスズがね。これね、かえってね、パンチキックで戦う方がね、雑魚は強いんですよね。これどっちに入ってもミスズいるんですよね。確かね。これ。でも暴走族の次はスケバンってね。暴走族の方が強いと思うけどな、完全に。ただ、ミスズが強いだけやもんね。このスケバンはあんまり強くないからね。あいわ、うわ、かわいそう。あれ？あ、そうか。そうか、こっち入ったらミスズと戦わなくても済むんやね、確か。あ、そうかそうか、そうやったっけ。ラッキーやったな。これ最終面なんですけどもね、これ僕もね、最終面のね4面はですね、これマップになってるんですよ。マップっていうかね、迷路になってるんですよね。で、僕はね、最終面のね、このマップをね、こうやって迷うんでね、こうやってね、作ったんですよ、昔。これを見てね、こうね、こっち側はまあラスボスがいるところまで、ね、ちゃんとね、道しるべになってましてね、こういう感じでね、こうやってね、道しるべになってるんですけどね、これを見ながらね、ちょっとね、地図を見ながらね、やっていきたいと思います。迷いますんでね、かなり、このゲーム、この面はね、本当にね。とにかくね、道を間違えなければね、クリアできると思うんですよ、うまくいけばね。ただね、道わかんなかったらずっと迷ってるだけでクリアできないんですよね。だから、迷いさえしなければね、大丈夫と思うんですよね。道さえわかっていればね。よし、パワーアップ取った。なかなかあれやな、仕事をやっちゃうな。なかなかしぶといね。どんどん来るね。やっぱね、一面と比べたらちょっと強くなってるね、こいつらもね。耐久力が強くなってるね。これで
ちょっと待ってくださいよ。スタート地点ね。ちょっと待ってください。右か。右やね。右側行った方が近道ってことらしいですね。ここ。で、これが出てくると。ここが一番近道らしいですね。とりあえずね。この右側行って。あ、しまった。くそ、馬乗りできなかったね。で、これで、左側行くんですよね。で、力が2人出てくるんですよね。2人ですよ、2人。双子だったのかって感じで、こいつら。こうやってやってたらね、1人になるから。あー、あかん、しまった。力重ねた方が楽でいいよね、これ。こうやってやった方が楽でいい。重ねさせた方がいい。あー、くそ、うまくばかれちゃった。強いな。ボス、やっぱボスですからね。あー、まだ馬乗りできないな。あー、やばい。よし、倒した。これで、左側ですね。左。じゃあ暴走族ですよ。なんで室内でねバイク乗ってんねんって話ですけどね。足元やばい。よし、これで一番こっちかな。ちょっと待って、ね、真ん中か。真ん中や。危なかった。道間違えたら大変やからね、これ。でまた暴走族で、やばいやばい。あー、しまった。あれ、あかん。なんかタイミング悪いな。で、これで右側行けばラスボスのサブですね。ここラスボス。こいつラスボスですよ。これね、銃を食らったら一発で死んじゃうんでね。一発で当たったら一撃なんですよ、これ。もうひたすらね、うやば、あぶね。もうこうやってね、撃たせないことですよ、とにかく。こうやってね、もうひたすら撃たせずに、撃たせないで、もう攻撃、攻めるのみ。攻めるのみですよ。やば、あーくそ。オンドリアーやね、これ確かね。うん、そうそうそう。くそ、息も死なずクリアしたかったな、せめて。ちょっと喋らずにやりますわ、とりあえず。やばいやばい、危ね。あ、今ずれてたやん。なんで当たったん。ちょっと待てよ、おい。なんか怪しくなってきたぞ、これ。ラス位置になってきた。ちょっとね、喋らずにやります。喋られないよ、こんな。やばい、危なかった今。やばい。うわ、あら、当たんの？マジで？嘘。もう最後やったのに。ちょっと待って、どっからこれ。コンティニューできるんかな？あ、できないやん。マジかよ、マジで。くそー、もう。ちょっとね、また最初からやるのは大変なんでね、これ。ちょっとね、これは、ちょっと今日はね、ちょっとこれで終わりにしますね。うん、悔しいですけど。また最初からやるのはちょっとな、きついのな。まあまあ、ちょっとね、今日はね、クリアできなかったということでね。はい。ちょっと悔やまれますけどもね。これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。